こんにちは、ヒートルフィリップ太郎です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日のテーマはですね、一人で簡単にできるプロダクトローンチについてお話をしたいと思いますので、もしあなたがね、オンライン上で自分の商品を売りたいと、リスクをかけずに高い利益率があるね、素晴らしいビジネスを構築したいと思っているのであれば、これからね、数本のビデオをこのね、YouTube とかでも配信をしていきますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただければなというふうに思います。で、そもそもなんですけれども、プロダクトローンチっていうね、言葉聞いたことはありますかね？はい。プロダクトローンチと。はい。ね、多分で、それでプロダクトローンチってね、言葉でいろいろ検索すると、いや、プロダクトローンチっていうのは詐欺の手法なんだよとかね、もうすごく、何かリスクも大きくて、そのなんか詐欺の温床になってるね、よろしくない方法なんだよって思われる人も多いんじゃないかなっていうぐらい、いろんなね、その悪評が立って、このやり方自体がそのなんかダメな方法なんじゃないかっていう形で、思われてる方も多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、そのちょっと私のね経歴も含めて再度説明させていただくと、もともとね私もプロダクトローンチってよく分かんなかったんですけれども、本当今から数年前ですね、4、5年ぐらい前になるのかな、ジェフ・ウォーカーっていうね、プロダクトローンチフォーミュラっていうね形でプロダクトローンチっていうね考え方を広めた人がね、アメリカ人のおっちゃんでいるわけなんですけれども、その人のオンライン講座ね、それが30時間ぐらいあったんですけど、それを全部訳したんですよ。ちょっとバイトも使って訳したんですけど、めちゃくちゃ3ヶ月ぐらいかかって大変で、その訳したわけですね。で、その結果私もですね、アメリカの本場のジェフ・ウォーカーって人が言ってる本場のプロダクトローンチってのはこういうやり方なんだなと、なんか日本の人が言ってるプロダクトローンチと全然違うんだなっていうことがね、非常によく分かったわけですよ。で、当時私もね、なんかまだ翻訳とかやったり、なんか動画の撮影とか編集をやってる、ような、それでなんとか食いつないでるようなフリーランスだったんですけれども、そのジェフから学んだ、そのね、翻訳して学んだプロダクトローンチのやり方をですね、実践して、当時いたね、クライアントさん、セミナー講師さんとかのね、方で、そのね、ノウハウを実践したところ、すごく結果が出たと。そのとあるセミナー講師さんが、あんまり集客できていなかった、苦しんでいたところが、本当にね、数十万円のプログラム、セミナープログラムを、本当に数十人の人に販売することができてですね、それ、普段から考えられないようなね、本当に1000万円とかを超える売り上げが、一つのキャンペーンで、本当にね、できるようになったと。っていうね、本当にね、そのクライアントさんも喜んでいただけて、本当に素晴らしい結果になったと。そういった、ことがありましてですね、このジェフ・ウォーカーが言ってるプロダクトローンチってのは、別にそんななんか、めちゃくちゃお金をかけずに、ね、自分がすでに持っているリストとかだけで、めちゃくちゃ結果を出すことができるんだなってことが、本当に分かったわけですよ。ですので、私もね、いろいろアメリカにも何度も行ったんですけど、そこで学んだこと、もしくはね、ジェフから直接学んだこと、教材から学んだことを、日本でもね、コンサルティングなんかも行いながら、いろんなね、オンライン教材なんかも作りながら、教えて活動してるわけなんですよ。なので、本当にね、やっぱプロダクトローンチっていうものを学んだから、学んだことでですね、本当に、ただ何かそのね、動画を撮ったりとか、何か文章を書いたり、翻訳とかをする、ただね、フリーランスとして使われる立場の、なんか、自分でね、この仕事をこなしたらいくらっていうね、その成果報酬じゃない、ね、本当にね、フリーランス起業家的なその仕事の仕方だけじゃなくてですね、本当に売上に応じて、このプロジェクトの売上の何パーセントもらえるよっていうね、普通ではね、考えられないような契約をね、そのいろんな会社と結ぶことができて、大きく結果を出すことができたと、ね、っていうね、本当に私の人生をある意味変えていただいた素晴らしいノウハウだと思っています。で、それはなおかつ、何かね、人を騙してね、何か脅したり騙したり、なんか人を騙してなんか商品を売るって話ではなくてですね、本当にコンテンツをまず提供して感謝をしてもらいながら、それでファンを作って、純粋に、ね、この人の商品も欲しい、この人からもっとね、お金払って学びたいっていう状態になってからセールスをするっていうね、非常に簡単にセールスを行える、僕なんかね、セールスが苦手なわけですよね。で、もともとジェフ・ウォーカーもそのセールスが苦手だって言ってたわけなんですよね。セールスが苦手な俺でも、できた、むしろセールスが苦手な俺だからできた方法なんだよって言ってるくらいなので、本当にね、その自分で売り込みをしなくても、お客さんの方から、この商品欲しいですって言ってもらえるような、マーケティング、コミュニケーションの仕方、セールスのやり方が、プロダクトローンチなわけですよね。それをまず押さえておいてほしいなというふうに思います。で、
もうちょっと解説をすると、で日本だと本当にいろんな人が、まあ、私のも尊敬する有名な企業家さんなんかも含めてですね、もうプロダクトローンチはダメだと、プロダクトローンチのやり方ってもうひどすぎると、ね、本当にまあ実際日本でプロダクトローンチやってる方のやり方はひどいわけなんですよ。で私もちょっとねそういった人とちょっと過去に関わってしまったことがあって、まあちょっとねあの私の名前も検索するといろいろねあのいろいろ悪いこと書かれたり詐欺と書かれていたりするわけなんですけど、やっぱそういうやり方ですとね、あのすごくいろんな人に告知をお願いして、そのすごく高い広告費を払ってね告知をお願いして、まあ、それで集まってきた人にですね何かセミナーをやったりして、そこで来たセミナーに来てくれた人にですね、そのね例えば50万円とか100万円とか高い講座を売るわけですよ。はい、それでなんかね無理やりあの買うまで帰らせねえみたいな、結構ねひどい無理やりな売り方も、ね、やってる人も多いわけなんですけど、まあ、そういうねあの結構ちょっと際どい、ね、詐欺に近いやり方を行っている、でなおかつそのねあの広告費が非常に高くなってしまっているので、アフリエイト報酬が高くなってしまっているので、ほとんど利益が残らないよみたいな、私がちょっとねあの関わってしまったプロジェクトというのは本当にねあの利益がほぼゼロ、まあほぼゼロっていうか多分ゼロだったんですよね。はい、であのまあ、ほとんどアフィリエーターさんにお金を払ってしまって、そのプロジェクト自体が赤字だよと。ですので、まあ、本当にね僕も、まあ、準備期間3ヶ月間と、まあ、半年間の講座をねあの、まあ、売ったんですけれども、まあ、本当にそれをタダでやってしまった やってしまったというか やらざるを得なくなったっていう お話なんですよね。もちろんそのねあのまあ、そのキャンペーンで集めたリストはいただけて、まあ、そこにね、まあ、別の商品とかも販売していって、まあ、そこで売り上げ多少カバーできたところもあったわけなんですけど、もう本当にね9ヶ月間ぐらい半年以上ねあのタタ働きで仕事をしてっていうね、ことはもう二度とやりたくないんです、まあ、そういったことが実際起きてしまうわけですよね。本当にその講師の側もお金もらえないからちょっとモチベーションが下がるし、でも生徒さんはすごくたくさんお金払っているわけですから、その、ね、もっと教えてほしいんだけどちょっとね講師のモチベーションと生徒のモチベーションが合わないみたいな形でね、その誰も幸せにならない、まあ、一部のねそのアフリエーターとかその、ね、あの日本のこのプロダクトローンチのやり方ですと、そのねあのリストにねあのメールアドレスを登録させればいくら1000円とか2000円とかもらえる恐ろしい世界なんですよね。なので、まあ、そのね不正アフリエーターとかもたくさんいてですね、あの誰か知り合いとかに、まあ、とりあえずこれ登録しておいてよみたいなね500円あげるからみたいな形で、何か全く興味がない人になとりあえずメールアドレスを入れたりとかね、まあ、いろんなテクニックとかいろんな裏技を使ってそのね本当にあの全く興味がない人のリストを集めて、いやこんだけリストを集めたんだから何十万くれとか何百万円くれみたいな、そういったことがまかり通ってしまってるわけなんですよね。ですので、まあ、そういった、ね、プロダクトローンチのやり方は JV ローンチというんですよ。これはジェフ・ウォーカーも言ってるんですけれども、JV ローンチというわけなんですね。で、まあ、そもそもアメリカも JV ローンチがあるんですけど、別にアメリカはそんなおかしな話になってないわけですよ。でなぜかというと、アメリカっていうのはそのあくまでも商品が売れた成果報酬ベースで広告費を払うからなんですね。まあアフリエイトってそもそもそういうもんですよね。商品が成約したらそのねあのね、あのまあ誰経じゃあその商品買ってくれた人は誰経由で紹介があったのかなと、誰経由の広告で入ってくれた人なのかなっていうのはそのね追跡できますので、あの商品が売れればお金を払うっていうこと話になるので、まあ赤字になることは絶対ないわけなんですね。でも日本の場合はそのねあのランディングページを作ってですね、そこに何件メールアドレスを入れてくれたかっていうベースでその報酬を払わなくてはなれませんので、あのやっぱりその下手すると赤字になってしまう、商品が全く売れなくても何百万円とかね、下手すると数千万円、1000万円を超えるような赤字をね負ってしまうとっていう恐ろしい話にもなってしまうわけなんですよね。ですのでやっぱりそのプロダクトローンチに関わった人っていうのが、まあ、たまにねそのごく一部で結果をすごく出している方もいらっしゃるんですけれども、多くの方はですねその私のように本当にこれだけ頑張ったり全然お金が手に入らなかったっていう形で、すごくねあのやったことをある意味後悔じゃないですけれども、やらない方が良かったかなってね思ってしまう方も多いわけですよ。まあそれゆえやっぱりプロダクトローンチっていうそのもの自体がねそのすごくあの評判が下がってしまってるっていう現状があります。ですので別に JV ローンチもそのねいろんな人の協力を得て、まあ、本来であれば成果報酬でお金を払うべきなのに、まあ、日本だとねあのオプトインをしてくれれば、ね、広告でとりあえずあのリストを集めてくれればその集めたリストに応じてお金を払いますよって話に
報酬経済になってしまってるのでおかしな話になってるわけなんですよね。まあそれがね、日本では多分変わることはまあしばらくないと思いますけれども、まあいわゆるね、あの日本でダメだって言われてるのは、まあ JV ローンチっていう、そのプロダクトローンチってね、その、まあ、素晴らしいマーケティングコミュニケーション、マーケティングセールスのやり方の中の一つのやり方がちょっとね、日本だと独特のやり方でそれが問題視されてるっていうだけで、別にこのプロダクトローンチ自体がダメだっていうわけではないんだよっていうことをぜひね、知っておいてほしいなというふうに思いますね。これを見てるあなたにはぜひ理解して おいていただきたいなっていうふうに思います。で、じゃあね、あのこれからのビデオでいろいろね、じゃあ私がどうやってプロダクトローンチをやってるのかってね、ことをいろいろお話をしていこうというふうに思ってます。で、そもそも、言うとですね、私はね、この JV ローンチはもうやっていません。基本的に関わってもいません。はい。で、何をしているかというとですね、あのそのどうやってまあリストを集めるかっていう話なんですけども、自分のリストがあるわけですよね。あのリストがね、まあ もちろんいろんな方法でね、新しいリストは常に集めているので、まあ、そのやり方もね、また次回のビデオとかでお話ししますけど、まあ、自分のメールマガジンのリストとかね、 LINE アットとか、まあ、Facebook とか、まあ、いろんなソーシャルメディアのリストも含めて、まあ、自分のリストがあるわけですよね。で、そこに対してローンチをするわけです。はいはいですね。ローンチっていうのは別にあのね、別にそのなんかいろんな人に広告を出してもらって、広告を協力してもらってたくさんのリストを集めるっていうのがローンチじゃないんですよ。そうじゃなくて、プロダクトローンチっていうのはあくまでその期待感、お客様を興奮させる、ね、まあ、商品をまだ買ってない人も含めて、まあ、見込み客とか言うんですけれども、その、ね、自分の見込み客、自分のリストとか、ね、あの広告で自分のことを知ってくれた人に対して、みんなやっぱりいきなり商品を売るからダメなわけですよね。ネットで、まあ、あなたもそうかもしれませんけれども、そのね、やっぱりネットオンライン上とか、オンラインも関係なくそうかもしれませんけれども、やっぱりその商売がうまくいかない人、ね、特に今の時代ね、いろんなやり方でね、ビジネスをね、あのできたり、マーケティングセールスができるわけですけども、そこでやっぱりうまくいかない人っていうのは、やっぱりいきなり商品を売ろうとしてしまうわけですよ。わかりますか？いきなりそんな計画もなく、あ、商品完成したぞと、じゃあいついつから発売開始ねと、まあちょっと広告でも打ってみようかなとか、自社サイトで、ね、ソーシャルメディアとかで宣伝してみようかなぐらいで、大したそのなんか、プロモーション戦略も行わずに、とりあえず売ってみる、まあ売れるだろうみたいなね、まあ、これホープマーケティングとか言うんですけども、そのなんかすごく希望的観測な的なね、あの、まあ、なんちゃってマーケティングで商品を売ろうとするから売れないわけなんですよ。でもプロダクトローンチの考え方を使うとですね、まあその、まあ、そもそもプロダクトローンチってのは数本のビデオを見せていくやり方なんだよってのはなんとなく聞いたことがある人も多いかなと思うんですけれども、まあ、別にビデオに限らず、あのコンテンツを提供する、商品を販売する前に何度もコンテンツを提供して、その後に初めてセールスをすると、いいですか？無料で、ね、別に動画じゃなくてもいいですよ。文章でも音声でも、何かね、アプリを開けるとか、何でもあのやり方はあります。ダイレクトメール送るでもやり方はいくらでもあるんですけど、大事なのはコンテンツを提供する、ね、人がなんか面白い、ためになったとかね、あ、超いいじゃんとかね、その僕らの売り手のね、こと、会社のこと、売り手の会社のことを親近感を感じられるようなね、好きになってもらえるようなコンテンツをあらかじめ提供するわけなんですよ。それで、その上で初めてセールスをするから、別にね、みんなが商品を買うわけじゃないですよ。商品を買っていただけるのはごく一部の方だけなんですけれども、まあ、買った人は喜んでいただけるのはもちろん、買わなかった人も、まあ良いコンテンツ見れたからいっかという形で、そのリストとのその関係性を維持しながらね、あのビジネスができるっていうのが素晴らしいポイントなわけですよ。で、JV ローンチの、巷の JV ローンチのっていうのはやり方っていうのは、たくさんのリストがね、それこそ1万件とかね、それすごいたくさんのリストが集まるわけですよ。ね。でも、すごく1万件のリストを集めるっていうことは、下手すると本当にね、数千、ね、2000万円、3000万円とかね、1リストがね、本当に2000円とかであれば、本当に2000万円とか、とてつもない広告費を払わなくちゃいけないって、もうプレッシャーがあるわけですよね。ですので、まあ、死ぬほどメールを送ったりしてね、そのセミナーをやったり、いろんなあの手この手で、あのね、セールスをしたりして、本当に、あの、もうリストをね、あの、よく、これは、
なんて言うんですか、焼き畑農業とか言うんですけど、本当にリストを燃やし尽くす覚悟で1日10回とかメールを送ったり、いや完全にそれスパムでしょみたいなね話したわけなんですけれども、そのリストを燃やすような形でとにかくお金を絞り取るみたいな、簡単に稼げますよみたいな形でお金を絞り取るような、まあ、継続できない継続型のモデルではないローンチになってしまいがちなんですよ。そうじゃなくて別にジェフ・ウォーカーから学んだねことをただ実践すれば、まあ最終ねセールスのキャンペーンが進んでいくってね、最終日の方には1日例えば3回とかメール送ることも私はありますけれども、まあ、それは本当に1日だけとかですよね。そんなね1日10通とかねメール送ることは絶対ないですっていう形で、しっかりリストとの関係性を築きながら、お客様に喜んでもらいながら、商品を買わない人にも喜んでもらいながら、セールスができるので、本当にねこれがそれがプロダクトローンチが素晴らしいってね言えるね、私も実際に結果を出している理由なわけですよ。はい、いいですかね。これがねプロダクトローンチの本質だっていうことはなんとなくでもいいので理解していただけたでしょうか。はい、っていう形で、まあ、自分のリストに対してだけローンチを行ったり、もしくは、まあ、本当にウェブ広告、例えば Facebook 広告とか私も使ってます。 Facebook 広告、はい、Facebook 広告で毎日ね、まあ、何かランディングページを作ってですね、ここに登録するとこれをあげますよっていう形で何かまあ、アクセスを Facebook とかから集めるわけですよね。まあ、YouTube 広告とか Twitter 広告とかいろんな広告があるんで別に何でもいいわけなんですけども、アクセスを集めると、まあ、そこにですね、これエバーグリーンローンチとか言うんですけども、まあ、自動のローンチですね、ステップメールで、じゃあこの最初のビデオを見てくださいねとか、何かしらの、まあ、ビデオに限らずですけれども、まあ、いろんなステップメールでいろんなコミュニケーションをしていってですね、まあ、そこで自動的に商品が売れると、まあ、そういうことが可能なわけですよ。実際に私も本当にね、今毎日 Facebook 広告をね継続的に流して、そこで毎日リストが集まって、本当に毎日そこで商品が売れるというふうな、まあ、ある意味ね理想の流れができているわけです。なので本当に寝ている間も自動的にリストが集まって商品が売れ続けるっていうねことができてるわけなんですよ。はい、これがエバーグリーンローンチと言います。はい、ね、なのでそうやってですね、まあそのステップメールを送っていって、それがね全てステップメールを終わりきったら、またねその自分のリストに対してインターナルローンチって言うんですけど、またね自分で新しく動画を撮ったりして、ね、もしくはステップメールだったりブログとか見せたり、まあ、いろんな形でリストに、ね、コミュニケーションをしていけば、そのね新しい、まずはエバーグリーンローンチ形式で新しいリストを集めてですね、その後にまたインターナルローンチって言うんですけれども、そうやってまたコミュニケーションをしていけば本当に毎月安定してお金が稼げると。でこのやり方ってのは全くそれこそ一人でもできるね、最初だけちょっと大変かもしれませんけど、一度やってしまえば慣れてくれば本当に一人でもできるのがこのね私がやっているエバーグリーンローンチとインターナルローンチのやり方なわけです。いいでしょうかね、このやり方もっと詳しく知りたいですかね。はい、ということで、まあ、今回のこの最初のビデオでは、まあ、プロダクトローンチってのは本当に素晴らしい方法なんだよと、日本で言われてるのはダメ、日本でダメだって言われてるのは JV ローンチっていうねちょっと特殊なやり方なんだよとね、JV ローンチは嫌いになってもいいんだけど、プロダクトローンチのことは嫌いにならないでくださいというねって感じなわけですよ。わかりますか、僕が言いたいこと。ですのでまた次回のビデオでは、じゃあね僕がやってるそのエバーグリーンローンチのやり方とインターナルローンチのやり方を、まあ、詳しくシェアしていきたいと思いますので、今回ね僕が話したお話をもっと詳しく知りたいよと、ヒルトルがやってることをもっとね詳しく知りたいよという人は、ぜひ次回のビデオもねまたもっと詳しくこの内容をお話していきますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければなと思います。それではね、ぜひチャンネル登録、いいね悪いねコメント何でもいいのでリアクションお願いします。それではまた次回のビデオも楽しみにしていてください。バイバイ。